そろそろ髪を切りたい。どうもこんにちは、モノグラフの堀口です。皆さん、アマゾンのセールね、始まったと思うんですけれども、何か買いましたでしょうか？僕もいろいろ買いまして、先ほどねそれが届いたので、今日ね皆さんにどんなもの買ったのか、セールでどんなもの買ったのか見せながらね、ちょっと開封しながらお話をしていこうと思います。それが、こちらなんですけれども、結構ね今回はねまとまったね、物を買っちゃいました。ちょっと金額的にもね今まで欲しかったんですけど、若干ね値段張るなと思ってたものとかがねあったので、それをねまとめて買ってます。まあ一人でね開けてもいいんですけど、まあこういうのって開ける瞬間が一番やっぱ楽しいじゃないですか。でそれをね、皆さんにもお裾分けをしたいなということでね、開封しながらですねちょっと紹介していきますね。はい、じゃあ一番最初は、こちらね、シュアの SM7B です。音声収録用のマイクですね。これを買いました。まあ、なんでね、これを買ったかなんですけど、まあ、最近ね、生配信とか、まあ、する機会とかね、あと複数人で、まあ、動画、特にね、なんか対談みたいな動画をね、撮る機会が増えてきて、やっぱりね、こう、いいマイク欲しいなと思い始めちゃったんですよね。まあ、僕は結構ここにねあるんですけど、このピンマイク、これも手話のピンマイク使ってるんですけど、まあ、これで撮ることが多いんですよね。まあこうやってね一人で動画撮る時とかで、まあ、ちょっとね僕みたいにこう部屋の中を動く場合はねすごく便利なんですけど、生配信とか、まあ、そういうね対談とか、まあ、位置を固定して話す時の場合は、まあ、やっぱりこういうねコンデンサーマイクみたいなやつを使うだけで全然音質がやっぱ変わる。あるんですよね。でこういうマイクもねたくさんあるんですけど、まあ、やっぱり一番ね定番なのがこれなんですよね。もうみんな使っててみんないいってね、言ってるのがこの SM7B 手話のね、マイクなので、まあ、ちょっと僕もねまあさすがに一回使ってみようかなということで、まあ、しかもねセールで安かったので買っちゃいました。まあねこれ音質もそうですけど、普通のマイクよりもちょっとねメカメカしい感じもね、いいですよね。で合わせてねこれも買いました。これ手話のデジタルオーディオインターフェースなんですけど、これねやっぱりガチの音楽機材なので、ここの端子が XLR 端子っていうね音楽用の端子になってるんですよ。それを簡単にね USB-C の接続に変えてくれるのがこちらのねアダプターになりまして、これを、こんな感じでつけてあげると、これでね USB-C で接続できるようになります。はい、じゃあちょっと試しにね、この手話の SM7B かな、接続してね音声収録してるんですけど、どうですかね。もともとのこのねピンマイクも、すごくいいと思うんですけど、やっぱりねこのコンデンサーマイク、こういうマイクだと声の質感というか、まあ、立体感、ぬくもりみたいなねところがやっぱり違ってね聞こえますよね。まあなのでちょっと音声コンテンツとかをね、やるときはこちらをねちょっと注力して、使っていこうかなと思っています。いやなかなかねこれも買うきっかけがなかったんですけど、変えてよかったですね。で、続いてね、買ったやつがね、こちらになります。これファーウェイのイヤークリップという名前の、耳にね挟むタイプの、イヤホンになります。これね僕の動画をずっと見てくれてる方はね知ってる方も多いと思うんですけれども、これ以前ね僕の動画でもね紹介したアイテムになります。こんな感じのねちょっと変わったイヤホンなんですけれども、本体がこういうね形状になっていて、ピアスみたいな、イヤリングみたいなね、形でつけれるイヤホンなんですね。でこれのいいところはこんな感じで、耳にね挟んでつけてあげると、耳を塞がずにね装着ができるので、外の音を聞きながらですね音楽楽しめるってやつなんですよ。で最近はねこのながら聞きのイヤホンも僕たくさんね試してて使ってるんですけど、これね前借りてレビューしたんですけど、やっぱすごい良かったんですよね。こういう耳掛け式、挟む式の中でもかなり音質が良くて、あとこの見た目と装着感の良さっていうところで非常にやっぱ総合点が高いなと思って、まあ、どっかのタイミングでこう自分でもねちゃんと買い直そうとね思ってたんですけど、まあ、やっぱり一回ね試してるっていうところもあって、
ってなかなかねこうまだいいかなっていうので踏ん切りがつかなかったんですよ。まあでも、今回ねあのセールで安くなってたので、まあ、これが安くなるの結構珍しいかなと思うんですけど、安くね買えるタイミングだったので、まあ、今だと思ってねこれもね買っちゃいました。まあ、本当にねこの見た目の良さと音質っていうところで言うと耳掛け式の中では、まあ、僕トップクラスかなと思うので、まあ、塞がないタイプのイヤホンが欲しいよっていう方はですねこれね強くおすすめしておきます。まあこれ多分ね買って後悔はしないんじゃないかなと思いますね。まあ家事をしながらとか散歩をねしながらの人に、おすすめしたいイヤホンですし、まあ、自腹でねあの買ってもいい買い戻してもいいなと思うイヤホンでした。そんな感じで一個ねこれで紹介してみたけどやっぱり音ねいいよね。まあいいんだけどちょっと片手がね塞がっちゃうので、まあ、ちょっとレビューをするときはね、使いづらいなっていうことでこっちのねピンマイクの方に音声ね戻します。はい、で、次はですね、まあ、これも結構定番なんですけどこれをね、また買いました。シーフードヌードルのプロですね。これを買っちゃいました。まあね、あのこれ僕もね最近本当に健康に気をつけていてめちゃめちゃ運動とかあとねちょっと食べるものとか気をつけてるんですけど、まあ、これもなんだかんだ言ってカップラーメンなので本当は食べない方がいいんですけど、まあ、どうしてもねこう夜ねお腹空いちゃったりとか、まあ、なんか今日はねあのご褒美に食べようっていう時があるんですよ。でその時のせめてもの抵抗として、こちらをねカップヌードルプロこれをね、買ってね、よく食べてます。中身ねこちらなんですけど、まあ、コンビニとかでね皆さんもねよくね見かけると思います。でこれのいいところはねあの糖質が半分で食物繊維がね、まあ、1日分超たっぷり入っていてでタンパク質も 15g 入ってるのでめちゃめちゃねこう栄養食としてはね優秀なんですね。でそれでいて味は普通のカップヌードルとそんなに変わらないっていうことなので、まあ、これはねやっぱり頼りになるなということでねあの家の中で常備してたりしますね。本当はね糖質っていうよりも脂質のところこれをねもうちょっと削ってほしいなとは思うんですけど、まあ、それでもね、まあ、17g か、まあ、17g だったらね、まあ、ギリギリ一個用かなっていうことでこちらをね、買ってます。でもちろん普通のカップヌードル版とねこのシーフードがあるんですけど僕はシーフードの方が、まあ、よりなんだろ こうコクがね感じられるというか食った感があるので好きですね。なのであのこれいつも買ってるんですけど、まあ、コンビニとかでねこうつどつど買うよりはまとめ買いしちゃった方がね安いですし、まあ、こういうねアマゾンセールとかでね、買ったら1個あたりかなりね安くなるので、こちらね買いだめしてきました。深夜のねお供として、まあ、それこそ生配信の時とかにねお世話になろうと思います。あともう一つねこちらも、いわゆるストック系のね、商品なんですけど、じゃじゃん、もち麦ですね。これを買いました。これ12袋入りをかける6個買ったので72袋ですね。大量にねまとめ買いしてます。あのうちはねあんまり白いご飯食べないんですよ。あの僕もそうですけど結構奥さんがねその辺の健康をね気にするタイプで、あのご飯はほとんどね、まあ、玄米系かあとこのもち麦にねしてます。普通のお米よりもカロリーが少なめでこう栄養素がね多いんですよ。でそれでいてこのもち麦がね独特な食感で美味しいんですよね。あの食べたことある人はわかると思うんですけど、なのこうちょっとねこうプチプチっとしたあのイクラみたいな食感がある、食べ物で、あの全然僕白米よりもね何だったら好きかなっていうぐらいの主食なんですよ。でこれをね、まあ、白米に混ぜたりとか玄米と混ぜたりとかっていう形でいつもね食べてるんですけど、これもねストックしてるのでこのねセールのタイミングで買っちゃいました。健康にもいいんですけど、あのすごくね安いので、あの最近あの白米すごい品切れで高くなってるじゃないですか。スーパーとかでも白米ね品切れですみたいになってるんですけど、あのもち麦はね絶対売れ残ってるんですよ。あの一緒にね置いてあるのに誰ももち麦買わないのね、あのもったいないなと思ってるんですけど、もしねあのまだ食べたことないよっていう方はねちょっと挑戦してみてください。まあ、いきなりねこう72袋はやりすぎかなとも思うんですけど、もしね近所のスーパーでもち麦ね食べてみて美味しかったらねまとめ買いしてみてください。あとはこれもルーティン系ですね。あの VT コスメティックスの、シカマスクというですね、まあ顔にね、貼り付けるタイプのパックですね。まあこれもね長らく長いことねお世話になってるアイテムなんですけど、この中にねひたひたの薄
薄いマスクが入っていて、それをね一枚一枚取り出して使うものですね。まあ、ちゃんとこのね取り出し専用のピックがついてるのが親切なポイントですよね。一枚ね、取り出してちょっとお見せすると、後ろがしっかり透けるぐらいね薄いんですけど、ひたひたに液が浸透しているので、ちゃんとねあの保湿効果、肌のねヒーリング効果っていうのはちゃんとねこうしっとり潤うね感じがするんですよね。まあ、ちょっと僕もつけてみるとこんな感じですね。まあ、夜はね2日に1回ぐらいかな、毎日はさすがにできてないんですけど、2日に1回ぐらいはねこんな感じでパックをして、ずっとねニンテンドースイッチとかやって、だらだらね過ごしてます。まあ、深夜1時ぐらいかな、深夜1時ぐらいの姿がね、こんな感じですね。結構このシートが薄いんでね、ピタッと張り付くのもねいいですね。このあんまり厚手のものだとすぐね剥がれちゃったりするんですけど、この辺のね使用感もねいい感じで、まあ、やっぱりこれをね使った後肌がキュッと引き締まる感覚があるので、これをねリピートしてますね。まあ、これかたまにあのウルルンの紫ですかね、それを買ったりとかっていうのをこうね繰り返してる感じ。じゃあ最後ですね、ちょっと大物、買いましたんで、これもね、お見せして終わりにするんですけど、じゃじゃん、こちら TP リンクの Wi-Fi 7対応ルーターですね。まあ、このね、Wi-Fi の規格っていうのがね、実はね、いろいろありまして、まあ、今ね多分、市場でね普及してるというか、普通にこう家とかお店でね使われてるものだと、まあ、Wi-Fi 6、まあ、ものによっては Wi-Fi 5のものとかも多いと思うんですけど、まあ、Wi-Fi 5とか6ぐらいのね、人が多いと思うんですよ。で割と最近ルーター買った人だと Wi-Fi 6E とかね、そういったものを使ってると思うんですけど、そこの部分にもねまた進化がありまして、最新の規格、それがこちらの Wi-Fi 7になってます。まあ、わかると思うんですけど、こうね、ナンバリングが上がるほど Wi-Fi のね、通信の品質とか速度がね良くなっていて、この Wi-Fi 7っていうのはねかなり前のね規格からアップグレードされてるんですね。まあ、すごくねちょっと難しい話になっちゃうんですけど、今までにね使わなかった周波数帯ですね、6GHz かな今回、それを使うことによってよりね高速な通信をね、できるようになりましたっていうものですね。結構細かなねアップデートだったんですけれども、今回ねメジャーアップデートということで、これ対応してるとかなり速度が変わるらしいんですね。で僕の場合ね、やっぱりこう動画編集とか、あとはねこう生配信とか、まあ、する関係で、まあ、ここのね Wi-Fi の速度とか安定感って、まあ、死活問題なんですよ。なのでできればね、最新の規格、ちゃんとしたものを使いたいなということでこちらを買いました。はい、見た目もねいいですよね。ちょっとこのね、未来感のある X っぽいね、横から見たら X の字みたいなこのデザインで、結構本体は、まあ、軽めですね。で横から見てもねこんな感じなので、まあ、割とねこう部屋の中にあってもそこまで、あめっちゃルーターだなとかすごいインテリアと浮くなみたいな感じはねないと思います。まあ、こういうねあのルーターってアンテナみたいな、フィンファンデルみたいなこのね、長い棒ついてるじゃないですか。あれがすごいルーター感出ちゃうと思うんですけど、これはねこの塊で、使えるので、結構ね見た目はねシンプル寄りかなと思います。まあでもね正直な話を言うと、まだね Wi-Fi 7対応のデバイスがほとんどないですね。僕が持ってる、スマホ Galaxy Z Fold 6とかも対応してないし、まあ、最近ね iPhone 16かな、16が対応したらしいんですけど、16 Pro だけしっかりね7対応してて、通常の16はあんまり速度変わらないみたいな話もあったので、その辺はねちょっとこれ使って検証してみようかなと思ってます。まあ、今使ってる MacBook Air も Wi-Fi 6E までかなとかなんで、これは対応してないんですけど、まあ、多分今年出る MacBook Pro とかはね、iPhone もそうだったので7対応してくると思います。まあ、なので、まあ、ちょっとね現時点では正直あんまり使えるデバイスね、多くないんですけれども、まあ、これからのねデバイスは全部7対応してくると思うので、まあ、そういったね先行投資も兼ねてこれをね買ってみましたし、これねセールでかなり安かったので、まあ、買うんだったらこのタイミングかなということで買いましたっていうところですね。まあ、皆さんも新しいねデバイス買う予定があるとか、まあ、iPhone 16 Pro とかねその辺買いましたっていう方はこれね導入していいと思います。
はい、というわけで皆さん、いかがだったでしょうか。今回ね、僕が購入したものですね、まあ、全部ね、僕がね元から欲しかった、気になってた、いつも買ってるものなんですけれども、まあ、それがね、今回このセールで出てたのでね、まあ、ちょうど良かったので買いましたっていうところですね。なので皆さんもね、もし気になるものがあったら、このタイミング Amazon のセール、プライム感謝祭開催中の、10月の19、20がね一番安いタイミングなので、もし買いたいなってものがあるんだったら、このタイミングでね買ってみてください。で、あとね、紹介したものに関しては、今回ね、Amazon の機能で、ストアフロントっていうね、おすすめのものをまとめておける、見やすくしまっておけるね、機能があって、それをね、使ってね、まとめておきました。それもね、概要欄の方に載せておきますので、気になった方はね、そちらの方を見てみてください。クリエイターの方はね、これ使うとすごくね、便利だと思います。はい。まあ、こんな感じですかね。また定期的にね、この Amazon のセールってあると思うので、その度にね、買ったものがあったらね、また紹介していきたいなと思います。皆さんもおすすめのものがあったら、ぜひね、コメント欄で教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの星でした。バイバーイ。